ナジェージダ・ニコラー・イエブナ・リームスカヤ・コールサコバは、ロシア帝国のピアニスト、作曲家。ニコライ・リムスキー・コルサコフと結婚して、後の音楽学者、アンドレイ・リムスキー・コルサコフを生んだ。本名は、ナジェージダ・ニコラー・エブナ・プルゴリトといい、サンクト・ペテルブルクに三人姉妹の末っ子として生まれた。9歳でピアノを始め、ペテルブルク音楽院に進んで、 アントン・ゲルケに指示し、検算を積む。その他に、音楽院では、音楽理論を、ニコライ・ザレンバに、作曲と、還元楽法を、ニコライ・リムスキー・コルサコフに指示したが、卒業はしなかった。1860年代から1870年代に、かけて、アレクサンドル・ダルゴム・イシスキー・邸の夜の演奏会で、ピアノを弾き、ダルゴム・イシスキー本人の他に、 モデスト・ムソルグスキーやアレクサンドル・ボロディンと親交を結んだ。ムソルグスキーは、ナジェージダとその姉アレクサンドラに好意を寄せて、この二人に近づくようになり、ナジェージダを我々のオーケストラと呼んだ。自宅の集会でも演奏し、ミリー・バラキレフや5人組のその他の同人の作品を披露した。中でも5人組と一緒に演奏したのが、 ムソルグスキーの歌劇、結婚や、ボリス・ゴドノフのほか、リムスキー・コルサコフの、プシコフの娘であった。ナジェージダは、1868年の春に、リムスキー・コルサコフに見染められる。初めて知り合って間もなく、リムスキー・コルサコフは歌曲を一つ、作って、ナジェージダに捧げた。また、 サンクトペテルブルクのプルゴリト帝だけでなく、プルゴリト家の秘書チルイエスノフの別荘にも足しげく、訪れている。ナジェージダも、リムスキーコルサコフに温かく穏やかな人となりを、認めた。1871年12月に婚約し、1872年7月に二人は、晴れて結婚した。新郎の付き添い役はムソルグスキーだった。新郎新婦は仲むつまじく。 ゆくゆくは七人の子供を設けることになる。ナジェージダは、クララ・シューマンが夫に対してそうだったように、家庭内の伴侶であると同時に、音楽面でも協力者だった。美しく、聡明で、強い意志を持ち、結婚当時は、夫よりも音楽面で遥かに特訓されていた。ナジェージダは、夫の作品の優秀だが、うるさ型の批評家だった。 作品の題材において夫への影響があまりにも強かったためにバラキレフやスターソフはナジェージダのせいでリムスキー・コルサコフが自分たち5人組の音楽的な好みから道を踏み外してしまわないかといぶかしむほどだった結婚後のナジェージダは次第に作曲を諦めるようになったがそれでもリムスキー・コルサコフの最初の3つの歌劇は かなりナジェージダの影響が認められる。彼女は夫に協力して、リハーサルに出席し、後越し、夫やそれ以外の作曲家の作品を編曲した。ナジェージダが、ニコライ・ゴーゴリの作品に熱狂すると、夫やその友人たちの楽曲にも影響するようになった。まだ婚約中のある日に、二人は、ゴーゴリの短編小説、5月の夜、または、 溺れた娘を一緒に読んでいた。その後、ナジェジダは、リムスキー・コルサコフに、5月の夜を原作に歌劇を作曲するよう提案した。それから1.2週間すると、彼女は、未来の花婿に、手紙で次のように書き送っている。曰く、まだもう一つのゴーゴリの小説を読んでいます。今日のは、ソロチンスクの詩です。 これも良い作品ですし、オペラにうってつけでもあるでしょう。でも、あなたの鬼ではありません。いずれにせよ、5月の夜とは、別物です。私の頭はそいつに釘付けで、そいつと来たら、どうしても頭の中から離れようとはしてくれないのです。当時ムソルグスキーに、ソロチンスクの C のオペラ化を提案したのは、彼女か、さもなくば、姉のアレクサンドラであったろう。 ムソルグスキーは当時は取り組まなかったのだが、2年ほどして考え直したのであった。ナジェジダは、リムスキー・コルサコフの社会生活においても、非常に目立つ存在で、主婦としても演奏家としても、リムスキー・コルサコフ邸の集会を切り盛りした。ある夜の席で、ビオトル・チャイコフスキーが自作の、小ロシア公共曲の修学賞を披露すると、ナジェジダはそれを聞き終えてから、 涙ながらに作曲者に、自分に、その編曲を任せてくれないかと訴えるのだった。運悪く病気に邪魔されたために、結局、チャイコフスキー自身が、小ロシアを編曲することになった。後年は、夫と同じく、ナジェージダム音楽館があまり進歩的でなくなり、娘婿のマクシミリアン・シテーンベルクに比べて、イーゴリ・ストラビンスキーは、頼りないと評価した。目に見えて、 物事に無神経になっていたのかもしれない。後にストラビンスキーはリムスキー・コルサコフの葬儀で起こったある出来事について次のように記している。彼女が物応じせずに心の内を明かしたのはこれが初めてではなかった。夫に関することには非常に忠実だった。アントン・ルビンシテインが1887年にペテルブルク音楽院院長職に返り咲いて ロシア人教授に代わって外国人教授を抜擢するようになると、ウラディミル・スターソフは偉大な支配者様に向かってリムスキー・コルサコフにヒレフさせるという考えに憤慨した。スターソフはリムスキー・コルサコフ宛手に連中と音楽員やルビンシテインとの関係は中央集権的だと書き送ったことをバラキレフに打ち明けている。スターソフの手紙が届いたとき、 リムスキー・コルサコフは、ボロディンの遺作の過激イーゴ・リコーの仕上げに励んでいるところだった。変身は、ナジェージダが買って出た。リムスキー・コルサコフが1908年に没するや、イナや、ナジェージダは、夫の著作物や楽曲についての遺言執行者となった。そこには、遺作となった暴風の著作や、楽曲の構成と出版という、かなりの仕事も含まれていた。 自助伝、我が音楽の生涯や、論文集、学府、友人たちとの往復書簡などがその対象だった。ナジェージダは、夫の遺産の保管に余生を捧げ、ロシアバレエ団が、シェヘラザードや、金系をバレエ化した際には、セルゲー・ディアギレフに抗議している。ロシア革命後のペトログラードにおいて、天然痘により息を引き取った。70歳だった。没後は、息子アンドレが、 防母,母の尽力を受け継ぎ、防父の生涯や作品について、複数の巻に及ぶ研究書を執筆している。ゴーゴリによる公共的会が、魔法にかかった土地や、歌劇、真夏の夜の、ボーカルスコア、ピアノ曲や、歌曲の実質譜が現存する。魔法にかかった土地が完成したのは結婚の1.2週間前のことだが、楽器配置を実施したのは、 翌年になってからである。リムスキー・コルサコフと結婚してからは、作曲を止めた。夫の作品との好意的でない比較に一部は、原因があろうが、身内の反応にも原因はあるかもしれない。オーケストラ用の送付の簡約化の仕方は、ダルゴムイシスキーに教わっている。ナジェージバは、簡約編曲の作業に、才能や適性を見せており、それらを、 大いに利用して編曲した。彼女の編曲は、ダルゴムイシスキーや、リムスキー・コルサコフだけでなく、チャイコフスキーやボロディン、グラズノフまでを取り上げている。歌劇の編曲では、リムスキー・コルサコフの、プスコフの娘や、女貴族、ベラ・シェロガの、ボーカルスコアや、夫やグラズノフとの合作による、ボロディンの、イーゴ・リコーの、ボーカルスコアといった例がある。 ナジェージダ・リムスカ・ヤコルサコバは、ダルゴムイシスキーの2巻の回想録を出版し、また、ムソルグスキーの原稿録を書き残し、夫の自助伝、我が音楽の生涯を肯定している。ありがとうございます。